皆さん、こんにちは、大地です。今日は、とある卒業生とね、対談の様子をえ録画してまして、何日か後にね、このチャンネルでえご紹介すると思いますけど、まあ、もう10年ぐらいなのかな出会ってからね、久しぶりにね、連絡くれて話したら、すごいえ大活躍というかな面白いことやってて、で、 そっかーってね、なんか、あの、10年前に会った頃はね、仕事辞めて、で、コーチングで頑張ろうなんて言ってる時期で、で、それからね、どうなったんだろうって思ってたんですけど、やっぱね、続けることだね、素晴らしいね。だし、なんて言うのかな、その、結果が出たらやる、出なかったらやんないじゃなくて、やっぱ出るまでやる。<laughs> で、あの、なんでやるとやるってやっぱり決めて、で、 自分がとにかくアクセスできる人にアクセスして動き続けるっていうのをやっぱりやってたんだと思うんだよね。でそうすると夢が叶ったどころかやっぱりちょっと想像してた以上の,あのことっていうのの中に、えー、今ねコーチとしては生きてるんじゃないかなと思うんですけど比較的大きなコミュニティを持ってねでたくさんの人に慕われて役に立ってということをやってるんですけれどもで素晴らしいよねで今ノートの方でもね。えー 昨日,今日と、ねえー、10年ぐらい前の,、ね、あの公開セッションの記録を使って、まあ、ちょっと解説なんかをしてたんだけどその時のねクライアントもねまだ本当に駆け出しのコーチだったのに考えてみたらその何年か後にねあの自分で研修会社作ってねですごく頑張って活動してて。 で、まあ、女性なんだけどその人もやっぱりそのセッション受けてる時にね言ってるんだよねちゃんとあのコーチを育てたいんだとかねでたくさんいいコーチを輩出したいんだとか言っててでその時はね私もいやいいね頑張ってって言ってたけどでもやっぱりねああのちゃんと自分で絶対にやると決めてコツコツやり続けるとねやっぱり10年経つとすごく変わるでもどっちもねやると決めてるって感じなんだよねもうなんか。 戦略があってハマりそうだかからとかねでやってみたらちょっと結果が良かったとかじゃなくてもう結果が出るまでやるっていうねあのやり方ででやっぱりそういう思いまあもちろん生活していかないといけないからなんかその手立ては考えないといけないんだけどにしてもねやっぱり持ってるエネルギーを使ってとにかく結果出るまでやるんだって言ってある程度の時間コツコツやり続けるとねやっぱ5年10年経つと本当に結果が出るんだなということになんかね あのその今日の対談とそれからねあの文章の編集でねなんかちょうどどっちも10年前の、えー、出来事でまあ、なんかすごく感慨深かったどうですか10年後どうなってたらい,いですかそこに向けてね再三度外ししてでもできることなんだろうで毎日やると、ね、まあ、僕のビデオもそろそろあの来年のね春で10年ですけどやっぱ10年経つとね全然違う景色が見えるんじゃないかなということでぜひやれることやっていきましょうそれじゃあまたバイバイ。